じゃあす、今回はですね、このアクションカメラエイプマンの A66 と80の比較動画を撮りたいと思いまーす。ねえ、ジャムちゃん。Ladies and gentlemen。というわけでですね、今回は冒頭にもお話しした通り、エイプマンの比較検証動画でございます。こんな感じで、ちょっと無理やりですけど、80と66を今装着してあります。これ上が80で下が66ですね。この A66 の方は手ブレ補正がついてないっていうことと、30個までしか取れませんので、手ブレが効いていて60個まで取れるっていうのがどれほどの違いがあるのかっていうことと、 A80 も66も30個まで手ブレなしの状態で取ってみて違いが出るのかっていうところをですね、今回検証してみようかと思います。では早速エイプマン画像に切り替えていきたいと思います。はい、というわけで今エイプマンに画像が切り替えてあります。ちょっとね、今これ撮ってる間はディスプレイがちっちゃすぎるのと、 A66 の方のディスプレイがほとんど見えてないので、この撮りながら、あ、やっぱりどうこうっていうのはちょっと言えないんですけど、今は A80 が60コマのジャイロスコープはオンの状態でA80 の設定をしてあります。もう A66 の方に関しては設定はもうこれから先も変わることはありません。30コマのジャイロスコープなし、まあジャイロスコープなしというかジャイロスコープの機能がついておりませんので、 A66 はその設定のまま撮り続けたいと思います。葉っぱまみれんとこ、ただでさえこの時間朝露まみれでびっちゃびちゃなんですけど、昨日まして雨降ってるんで、もうズボンとかびっちゃびちゃですけどね。ジャムちゃんもびっちゃびちゃだね。はい、元気に走っております。はい、じゃあちょっとこの辺で一回 A80 のジャイロスコープオフにしてみたいと思いまーす。はい、ということでですね、今ご覧いただいている映像は A80 のジャイロスコープオフ60個までございます。 A66 の方は変わらずですね、30コマのジャイロスコープもなしの状態でございます。実はこのエイプマンの A80、 これの1個前の動画でご説明させていただいてるんですけれども、このカメラ僕のじゃないんですね。僕のこの全趣味ハンパチャンネルのもう準レギュラーとも言ってもいいですね、 X4 さんっていう僕のバイク仲間、キャンプ仲間がいるんですけれども、その人のもんなんですね、この A80 の方が。でその人から新品の状態で奪い取るっていう動画を先日アップさせていただいたんですけれども、それ借りた際にですね、一緒に飲んでてこれ持ってきてくれて借りたっていう形なんですけど、でそれでね、ご飯食べてる間に66と80の比較動画撮るからなんて話をしてて、で X4 さんも、あ、それすごい楽しみにしてるねなんて言ってくれてたんですけど、まあ果たしてエイプマンっていうメーカーのこのカメラをこれどれほどの人がですね、この A80 と66の機能の差に興味を持ってるんかなっていうのをちょっとね、ふと思いまして、バイク走行動画での検証みたいなこともちょっとやろうかななんていうのは最初思ってたんですけど、ちょっと今回の動画をアップしてみて走行動画検証は考えたいと思います。はい、じゃあ続いてですね、今度は A80 の方を30コマ A66 と同じ設定で撮ってみたいと思います。はい、これで A80 と A66 の設定が同じになっております。フル HD の30個までジャイロスコープ手ブレ補正等々は入っておりません。どうですかね、エイプマンユーザーとしては楽しみなとこなんですけど、果たしてこのエイプマン検証どれほど需要があるのかっていうところも若干興味はあるんですけれども、まあ、シンプルに考えたらバイクの走行みたいにね、動きの速い動画に関してはそれはまあ60フレームの方がいいだろうと思うので、まあエイプマンの A80 の圧勝なんじゃないかなとは思うんですよ。はい、再びジャイロスコープオン60コマに戻しました。ちょっと今日はこのまましばらくこれで撮ってみようかなと思っているんですけれども、ここでですね、僕の手元にある60コマが撮れる手ブレ補正付きのカメラとしてですね、 iPhone、 こちらでもちょっと同じような動画撮ってみたいかと思います。はい、今が A80 と iPhone の比較でございます。 iPhone はね、もう標準で手ブレが入っているので、これのオンオフ等々はちょっとできないんですけど、多分できないんですよね、これ手ブレのオンオフはね。この比較動画は全然いいんですけど、この河原来ると
風が強いんでね、この風で僕の声が今取れてるのかどうかの方がちょっと心配っちゃ心配なんですけど、ボーって言ってますかね。はい、よく来る記事スポットにやってまいりました。今ちょっと撮ったやつちらっと確認してみたんですけど、あの A80 の方のですね、なかなか良さそうっすね。やっぱり60フレームのヌルヌル感とガイロスコープのビタッと止まっている感じ、この価格差でこの機能差は素晴らしいものがあるなぁと感じますけれどもね。まあちょっとパソコンで見てみないとわからないとこはまだまだあるんですけれども、俺も A80 買おうかな。エイプマンいい製品出してますね。それかきっとこの X4 さん、俺に80貸したこととかもう忘れてると思うんでね、このまま仮パクでもしようかと思います。なので今後僕の元ブログ60コマのヌルヌル画像でブレない元ブログ動画に変わっていましたら、 X4 さんが僕に80を仮パクされていると思っていただいて間違いないかと思います。あ、矢野さん肘見つけましたか。今日雨の翌日なんですけど、肘の鳴き声すら聞かないですね。そういえば見た、あ、いた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 、ヤムちゃん肘いる肘いる、あっちだよ、行ってみよう、じゃん入れ、あっち行こう、はい、こら、あ、肘飛んだ。じゃあこれジャムちゃん飛ばしたの、あれ今の肘映ったかな。はい、いい子です。キジもね、聞くところによると、漁師があんまり追い込まない限りは、習性、場所とか動く時間帯とかが結構習慣化されてるって話も聞くんでね、一回キジを見かけた場所には、その後もついてる可能性高いんですよね。カモも飛んでます、カモ。はい、というわけでですね、エイプマンのアクションカメラ A66 と A80 の動画の比較検証でございました。今日もしっかり記事も発見できましたし、検証動画も撮れて実に実りのある散歩になったんじゃないかなと思います。いかがだったでしょうか。エイプマンのアクションカメラ、格安中華アクションカムなんて言われてますけれども、まあ、実際のところどれほどの映像が撮れるのかなんてちょっと気になってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思って今回の検証動画とさせていただきました。まあ、A80 の方は何度も言ってますけど、これ僕のじゃないんでね、僕もこの検証動画結果次第ではちょっと A80 の購入を考えてみようかなと実際思っております。もうすでにね A66 で A80 にも使えるであろうバッテリーなんかを持ってますんで、ちょっとエイプマンで揃えるっていうのも面白いかななんて思っているんですけれども、気になっている方のですね参考になれば幸いでございます。それでは今回はこの辺で失礼したいと思います。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。バイバイ。